ジャネット・ラウリー博士は1925年ニューヨークでお生まれになりました。大学教授の父親と高校教師の母親に育てられた博士は1940年シカゴ大学に入学します。その後医学部へ進み1948年に博士号を取得。卒業後ドナルド・アダムス・ラウリー氏と結婚、診療所で働きながら4人の子供に恵まれます。1955年ブライアン・ドラッカー博士はミネソタ州セントポールでお生まれになりました。子供の頃から好奇心が旺盛で、よく時計やラジオを分解して遊びました。物の仕組みに興味があったという博士、やがて人体の仕組みに関心を深め医学の道に進むことを決意します。そして1977年カリフォルニア大学サンディエゴ校医学部に入学します。ニコラス・ライドン博士がお生まれになったのは1957年。スコットランドの豊かな自然の中、ご両親、お兄さん、妹さんに囲まれてのびのびと育ちました。スポーツが得意だった博士は若い頃はゴルフに熱中、そして生化学者になることを目標に英国リーズ大学、続いてスコットランドのダンディ大学へと進み、1982年生化学研究にて博士号を取得します。3人の博士はそれぞれ別の場所で研究者として歩み始めましたが、後には不治の病として恐れられていた慢性骨髄性白血病、つまり CML の治療薬の開発に向けて志がつながっていくことになります。1960年代、2人の若き研究者によりこの病の原因究明に大きな前進がありました。人に存在する46本の染色体のうち CML 患者の細胞には異常に小さな染色体があることが発見されたのです。この異常な染色体はフィラデルフィア染色体と呼ばれました。この発見を機に多くの研究者がフィラデルフィア染色体が発生する原因究明に乗り出しました。その一人がラウリー博士です。しかし当時の研究手法では細胞内の染色体の数を把握することはできても異常なサイズの染色体を特定するには至らず、博士の研究も困難を極めました。そして1973年、新しい研究手法の確立によりついに博士は人の9番染色体と22番染色体の一部が組み替わってできるのがフィラデルフィア染色体であることを突き止めました。さらに研究を進めた結果、 CML 細胞の9番染色体には ABL 遺伝子、22番染色体には BCR 遺伝子があること、そして9番染色体と22番染色体の組み替えにより BCR-ABL 遺伝子という異常な遺伝子が生まれることを発見したのです。実は BCR-ABL 遺伝子が作り出す BCR-ABL チロシンキナーゼこそが慢性骨髄性白血病の原因でした。ラウリー博士の発見はこの病の治療に大きな影響を与えることになります。1986年ラウリー博士らの発見をもとにニコラス・ライドン博士は千葉外技医者の同僚とともにチロシンキナーゼ抑制剤の研究を開始し、ある化合物を発見します。そして1993年、がん研究者であるブライアン・ドラッカー博士と共同で
CML 治療薬の研究開発を始めました。両博士は BCR-ABL チロシンキナーゼの活動を阻害すれば、 CML に見られる細胞の無秩序な増殖が止まるという仮説のもと研究を進め、ライドン博士が発見した候補物質の一つが細胞の増殖を止めることを突き止め、イマチニブと名付けました。1998年にはドラッカー博士の指導の下で臨床試験が開始され、わずか3年足らずでイマチニブは認可されたのです。この臨床試験の結果、 BCR-ABL チロシンキナーゼを阻害するイマチニブは CML 患者における造血細胞の異常増殖を抑えることが明らかとなりました。分子標的薬とも呼ばれるイマチニブは、がん細胞をピンポイントで死滅させ、副作用はほとんどなく、従来の抗がん剤よりも CML 患者に対して高い延命効果を持つことが明らかとなっています。その後、イマチニブ開発の功績が称えられ、3人の博士は多くの賞を受賞されています。現在、分子標的薬はがんや自己免疫疾患などの治療に欠かせない存在になっています。3人の博士が到達した分子標的アプローチは、今後のがん治療薬開発に大きな勇気を与えるとともに、そのモデルとしての医療技術分野への貢献には計り知れないものがあります。現在も研究活動を続けているラウリー博士は、日本からも多くの研究者を受け入れ、その人柄から今もたくさんの研究者に慕われています。もちろんご家族との時間も大切にされています。庭の菜園でトウモロコシを育てるのが趣味だという博士を、ご主人のドナルド氏は温かく見守っています。ライドン博士はその後、多くのバイオテクノロジーカンパニーを設立し、次世代の医薬品研究を続けています。世界中を飛び回る日々の中でも、サリー夫人と過ごす時間を大切にし、山登りやハイキングなどを楽しまれています。医師として研究を続けるドラッカー博士の現在のテーマは、白血病を誘発する細胞そのものの根絶と、慢性骨髄性白血病以外の白血病の治療薬の開発です。患者の回復を自らの喜びと感じ、人生を謳歌するよう語りかける博士自身、日々の生活を楽しんでいます。健康のためにスポーツを楽しまれたり、休暇にはご家族と共に楽しい時間を過ごされています。新しい研究分野を学ぶことや、長年の問題を研究するのに新しい手段を用いることを恐れないでください。長い間信じ続けていたことに疑いを持つような新しい発見をしたら、どうか信念を貫いてください。ただしそれは自分の科学的根拠を確信している場合に限ります。科学の研究は大変な労力を要しますが、一人の人間として価値があり、楽しむべきものであるということを覚えていてください。あなたは未知の世界への冒険者なのです。情熱や才能が厳しい忍耐や小さな幸運と結びついたとき、成功はやってくるのです。最も明白な道は、必ずしも最大の実りをもたらすものではありません。成功は好奇心と探求する信念によってこそもたらされます。そして忘れてならないのは、目の前に広がる道が人との関係によって築かれていることです。これまで私は素晴らしい幸運に恵まれてきましたが、そのいずれもが協力者の支援や努力の賜物です。懸命に努力してください。楽しんだりリラックスしたりして、自分自身の生活のバランスを取ることも大切です。